水道メーター水道メーターとは、水道での水の使用量を記録するための契機、検診や点検の際に用いる。水道メーター使用水量を立方メートル単位で3桁、あるいは4桁のカウンターによって表示し、その下部に円形のメモリに赤い針で表示される、リットル単位のメーターが複数個配置されている方式。使用水量はカウンター部分の数字を左から右へと読む。 左側に円形のメモリに黒い針で表示される立方メートル単位のメーター。右側に円形のメモリに赤い針で表示されるリットル単位のメーターがそれぞれ複数ずつ配置されている方式。使用水量は黒い針のメーターを1000立方メートルのメモリ、100立方メートルのメモリ、10立方メートルのメモリ、1立方メートルのメモリの順に位ごとに読む。 水道メーターにつながっている屋内及び屋外に設置されている水栓を全て閉じた上で水道メーター内のパイロットマークが回転している場合または赤い針で表示される1リットルのメーターが回り続けている場合には水道管から漏水していることが考えられる。銭湯や工場など大量の地下水を汲み上げる事業者によっては地下水の使用後に下水道に流す場合がある。 この際、下水道料金を算出する根拠として、地下水の組み上げ量を測定する水道メーターを設置することがある。ありがとうございます。